死ぬ時楽しそうだったらいいかなと。楽しんでください、頑張って。なんか好きなことやってたいよね。なんかね、いろいろ都合もあるんだろうけど、やりたいことやってね、別にちっちゃい学校だってどこだっていいしね、そういう風に育ってほしいですかね、うん、戦争がなくなるようにどこの国の子どもたちも笑っていられるような世界になってほしいと思います。僕もそうだから、みんな子どもたちが大きくなったらいろんな国行ってみた方がいいと思います。自分の国だけじゃなくて、いろんなところ行って、いろんな知らないことを知ってはいいことですね。なんかもっと自由に思いつくことを声に出して言えるようになったら、わがままではなく、そういうふうに明るくいろんなものにこう創作意欲とか自己表現ができるようになっていけたら言ってほしいなと。そういう意味で素直に育ってほしいなと。人に流されないで自分の思ったことをやれば必ず自分の思った方向に行くと思います。僕はそれを信じて今やっています。で、実際夢が叶いそう。みんなも頑張ってください。今あなたは笑顔ですか？あなたも周りもみんな幸せですか？やっぱり私が今大事にしているやりたいことをやる、楽しいことをやるっていうのを未来の子どもたちにもやってもらいたいなと思います。嫌われることを恐れないやっぱり思いやりかな、まあ、自分のことだけじゃなくて周りにも目がやれるような、まあ、笑顔を忘れずにってところなんですか300年後多分僕はいないですけど、明るく元気な子どもたちがこの地域で遊んでる姿っていうのが、自分の中ではそうあってほしいと思いますし、子どもたちがやっぱりこの成長していく上でもっと夢を持って活動してもらいたいなって、過去の人たちをしっかりと学びながら未来に向かって頑張っていっていただければなと思います。世の中捨てたもんじゃありません。希望を持っていれば必ず自分のためにみんなが協力してくれます。ですからこんな世の中ですけど、皆さんはこれからもっともっと素敵な世の中にしてください。お願いします。ありがとうございました。